なる前のある程度予防ができるってことはいいことっていうふうに思っていただけるといいかなと思います。眼科医のヘロツです。今日は片目だけ緑内障になっちゃった、網膜剥離になっちゃった、白内障になっちゃった、じゃあ片方、ね、右がなったら左はどうなのってことについてお話しようと思います。で、人間やっぱり左右差っていうのはあるわけです。だからこそあなたは片目だけ網膜剥離、片目だけ緑内障、片目だけ白内障になってきたっていうところがあるわけなんですよね。で、この場合ちょっと覗いておくのは、怪我したとか、それはさすがに右だけとか、それが当たり前じゃないですかね。右ぶつけたら右だけなわけで、つまり怪我ではない病気で、まあ普通になんか特別大きい原因がなく病気でなったっていう場合の話となってきます。じゃあ白内障が右が強くなってきたら左はどうなの？結構こういう人いるんですね。例えば右は白内障で視力が 0.5 ぐらいになっちゃいました。左は白内障はまあゼロじゃないですよ、あるけども視力は 1.0 です、って人いるんですよ。で、まあ、じゃあ右を白内障手術しましょうかみたいな話になってくるわけですけど、じゃあ左ってどうなのかなと。結論、白内障であればもう確実になります。ただまあスピードはね、また別個になってくるんですよ。なぜかっていうと、人間必ず白内障ってなりますから、まあ、遅かれ早かれなってくるわけですね。で、右の白内障と似た白内障になることが多いです。まあ、例えば右が核白内障といって近視が進むと、左も核白内障といって、まあ、近視が進みやすい傾向があります。まあ、違う人もいるんですよ、うん、じゃあ緑内障はどうなの。まあ、例えばうちの母親父親っていうのも片目緑内障なわけなんですね。で、私の父親は今も片目の緑内障、私の母親は両目の緑内障にもうなってきているって感じになっています。なので基本的には片目で一生行く人も結構いるなっていうのが、まあ、緑内障の印象としてはあります。一方でやっぱりなんていうかな、似たタイプの緑内障になる場合も似てるんですよね。で、緑内障ってみんな一緒って思うかもしれないじゃないですか。例えばこういう風に視野が欠けてきて、だん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 周りが見えなくなってきて、で真ん中が、治療しなかった場合ね、真ん中が見えなくなるよみたいな感じで、ね、同じ流れと思うかもしれないけど、結構人によって違うんですよ。例えば最初に欠けてくるのは上側なの、下側なのとか、でどこら辺からちょっとずつ欠けてんの、中心部から周辺部からっていうのも違うし、進みのスピードとかっていうのも結構人による違いが出てきております。で、右目の欠け方と左目の欠け方は比較的似ている人が多いです。ただ全然違う人もまあまあいるわけで、もう本当にこれ感想レベルで言うと半分ぐらいの人は非常に似ている感じかなと思いますね。残り半分の人はなんか違うタイプだなって感じになってくるので、まあ五分五分っていう感じの印象があるかなっていうふうに思いますね。で、例えば周辺が欠けてくるってなると、もう片方も周辺が欠けやすいのかなって思ってくるわけです。あ、そうか、もう片方も緑内障になっちゃう心配って思うかもしれないけど、片方だけ緑内障になってる場合ってある意味なってない方はかなり早期に治療ができるってことなんですよ。これはこういう治療をするかどうかはちょっと主治医と相談になってくるので、ちょっといろんな問題をはらんでますけども、例えば右目が緑内障です、左目は緑内障じゃないですって時に、予防的に左に目薬するってことはまああることなんですね。実際私の患者さんでも、まあ、そういう治療をされてる方もいる。もちろん右だけなんだから右だけ点眼するって患者さんもいるし、まあ、そこはもうなんていうかね、状態によってくるわけですけども、あとは患者さんとの相談になってくるわけですね。まあ右がなってれば左は緑内障ではなくても少なくともなんていうかな、そのリスク因子を持っているので、まあ、よりこう点眼治療が開始されるって感じになるわけですね。じゃあそれは何がいいのっていうと、右はね、発症してから緑内障と分かって治療してるから、もうすでに視野が欠けてるとか、なんか問題が生じていることがあるかもしれない。でも左はまだ発症してないわけだよね。ってことは緑内障の手前の手前なわけですよ。で、その時点で抑えられたら、進行を抑えられたら、仮にね、ちょっとずつ進行するにしても
まあ生きてる間は大丈夫な可能性が極めて高いじゃないですか。だから片目だけ緑内障って場合は、いやもう片方もなっちゃうかもって心配するというよりは、違う視点を持っていただいて、あもう片方を早めに対応できるんだ、あこれ結構安心だなってむしろ思ってほしいなって感じなんですよ。いやそうは思えないよと、なんか心配なんだよって方もいると思うけど、まあ、現実そんな感じなんですね。網膜剥離とかはどうっていうと、網膜剥離はだいたい似たようなところに穴が開くことがあります。網膜剥離というのは目の奥の網膜っていう膜があって、そこに穴が開いて水が入り込んで剥がれてきてしまうわけですね。で例えば外側の上に穴が開くって場合は、もう片方も外側の上に穴が開くって網膜剥離になるって人が多いんです。だから網膜剥離の場合も、網膜剥離って本当に網膜っていうのが剥がれちゃうと、まあ、手術してくっつけて、まあ、どうにか失明を防ぎましょう、こういう病気です。一方でまだなってない、またはなりかけの時って、その弱いところをレーザー光線っていうので治療すれば悪化するリスクを下げられるんですね。もちろんゼロにはできないんだけど、まあ、下げられるんですよ。となると緑内障と一緒です。なる前のある程度予防ができるってことはいいことっていうふうに思っていただけるといいかなと思います。ただ、まあ、網膜剥離の難しいのは、予防したから絶対ではない感じなんですよね。あの緑内障の場合は予防した場合、例えば進行スピードがここぐーっと悪くなるべき人が緩やかになるのは、これも絶対じゃないですか。一方で網膜剥離の人ってあるパーセンテージでポンとなるもんなので、なんかそのパーセンテージを下げるだけなんですよね。例えばあなたはこのままレーザーしなかったら 15% の確率で網膜剥離になってました、レーザー光線をしたことで 7% になりましたって感じなんですよ。だからその 7% に入っちゃうと進むときは進んじゃうんで、ちょっとそこは難しいところですよね。ただ一方で1回網膜剥離してるとだいたい症状わかってるので、なんか怪しいなって変だなと思ったら早期にかかって、あの問題ない段階で治療できることが多いっていうところが、まあ、非常にメリットかと。じゃあそれ以外の病気、例えば加齢黄斑変性症も片方なるともう片方なりやすい。つまりは基本的には人間の体って左右似た感じでできているっていうふうに思っていただいていいと思います。ちなみに親子も似ていることが多いですね。私は緑内障の患者さんをよく見ているんだけども、お母さんお父さんを見ててお子さんを見ているっていうケースもあるんですね。するとお母さんお父さんが、あなんかこういう感じで悪くなったみたいなのがあると、お子さんはあじゃあ早めにこうしようみたいなこと、まあ例えばね、お母さんが、まあ、緑内障で、まあ、片目失明されて、でもう片方も、まあ、結構悪くてでうちにいらっしゃったみたいんで、娘も心配だから見てくださいっていうと、あちょっとまだそこまでじゃないけど緑内障の初期になってきてますねみたいになった場合は、じゃあお母さんがああいうことあったからちょっとオーバーめにね治療した方がいいよと、あの普通だったらここは目薬一剤だけで、まあ、様子見るけども、あなたの場合はお母さんがねああだったじゃないですか、だから1剤じゃなくて2剤、まあ、場合によっては3剤ちょっと早めに使ってもう予防に努めましょうってやると、まあ、比較的なんていうかな結果がいいですね。だからお父さんお母さんと同じ結末になっちゃうってことはあまりなくて、ちゃんとやっていればお父さんお母さんよりは経過がいいことが多いっていうふうに思いますね。もちろんちゃんとやってるっていうのが大前提にあるんで、ちょっとそこはあのご理解いただければと思うんですけど、なので、まあ、左右差がある場合は片方悪い方を参考にもできるっていうのもあります。これどういうことか、例えば緑内障で、まあ、本当に悪くなって、まあ、いらっしゃる方がいるんですね。もう右目はもうほとんど見えないと、もう失明と言ってもいいんじゃないかと、もう視力 0.01 も見えませんと、手が動くのが分かるぐらいですみたいな人で、もう片方は 1.0 見えるか見えないか 0.9 みたいな、こんな感じね。で視野はまあまあ欠けてきてる、でそろそろ、ま、すぐじゃないけどやっぱり悪くなりかけてる、まだ 1.0 近く見えてる方の手術を考えたい、でも手術って緑内障の手術ってのは怖いんですね、ま、リスクもあるし、ま、結構な大変さがある、そういう時にあのわずかに残っている方の目を手術して、もちろんそっちも必要がある場合ね、必要があるんだったら手術をしてみるっていうのがあるんです。すると
あ、右目でこういう経過だったんだから左目もその経過をたどりやすいよねってことがあるんです。例えば、まあ、トラベクレクトミーにしてもすごく塞がりやすいで苦労する、まあ、じゃあバルベルトインプラント、あの緑内障手術のちょっと大きいのをしましょうかって片方の目でやりました、ね、で安定しましたってなると、左は、まあ、1回ぐらい試してみるかもしれないけど、早めにそのインプラントに移行しようかみたいな感じで、なんていうかな、いや、もう片方やった方を参考にもう片方に行けるっていうところで、悪い方を、まあ、うまく礎にして、いい方を守るっていう戦略も取れるっていうところが、まあ、一つの考え方として思っていただけるというか、まあ、これは両方発症してる場合なんですけどね。あの、そういうふうに左右差がある場合っていうのも、まあ、一つ思えていただけると思います。つまり今日は、まあ、右と左に、左右差がある場合、または片方だけ、まあ、すごくある場合っていうことについてのお話をさせていただきました。こんな感じで、まあ、こういうのどうなのとか、今日のってちょっとした話ですよね。ただ、自分にとっては重要だと思いますんで、まあ、なんか疑問とかありましたらコメント欄に、あと感想とかあったりしたら書いてくださればと思います。あと、チャンネル登録、そしてベルマークというのも押していただければと思います。よろしくお願いします。